よいし、今日は、まあ、僕はいつも食べている鶏肉、鶏胸肉を、どのようにさばいているのか、まあ、普通にカットしてその分量を分けていってるだけですけど、まあ、その様子を収めていきたいと思います。で、鶏肉は、いつもひいきにしているお肉屋さんがあって、そこで、購入してるんですけど、まあ、量はね、どうしても、もう6キロとかで買うので、袋のまんまもらいます。で、今ちょっと現状の中期から、まあ、末期に向かっているところなので、まあ、4キロなので、今日はこの2袋さばいていきたいと思います。まず用意するのがこのまな板、それから包丁、よし、よいしょ。ビニール袋、まあ、この袋に小分けして入れていきます。これが面倒くさいんだな。4キロ1日400、10袋。はい、では準備ができたんで切っていきますが、当然、鶏胸肉、まあ、こんな感じで皮がついてるんで、この皮は取ります。鶏だけに。揚げるとね、めっちゃうまいねんけど、これめっちゃ昔は食べてたけど、今は当然食べれません。もちろん食べたらあかんことないけど、これで食べて絞れるんやったら食べたいぐらい好きなんですが、絶対絞れないんで食べません。で、1食 200g でいってるんで、カット。これも 3g ぐらいは誤差ですわ。一応全部さばきました。で、必ず手を洗います。で、一個ずつ取っていきます。
いうことで、最後袋を縛って冷凍庫に入れるところで終わりです。で、まあ、あと片付けとかして、まあ、大体20分ぐらいですかね、4キロさばくの。まあそんな感じでいつも、お肉はさばいています。でもこれの両分けをしないと、グラムだったり食事がこう成り立たないんで、なんとか時間ない中頑張ってます。皆さんもよかったら切ってみて、なんか切ってみるとね、ちょっと料理人になった気分になります。ぜひやってみてね。じゃあ今日はここまで、バイバイ。